こんにちは、トルーパーズの山中です。ロスコのブーツ、V モーション8サイドジッパーブラック、こちらを紹介いたします。こちらは、まず素早く簡単にフィットするサイドジッパーと、まあ、脱いだり履いたりが簡単になるように、ブーツの内側、こちらですね、このマジックテープを解除してジッパー式になっているので、じゃんとこんな感じ、このジッパーを開けたり閉めたりすることで脱いだり履いたりがとっても簡単ですよということですね。で、あとはレベルの高い機動性と敏捷性を提供と、各ね、なんつうんだろう、まあ、それはあの中身のあのこれ着用する本人の方の機動性と敏捷性によると思うんですけど、まあ、それらをまあブーツとして一生懸命助けますよということですね。あとつま先上部のナイロンが最適な柔軟性を実現、こちらの部分ですね、こちらに、無駄な硬質な素材を張り巡らすことがなくて、特にこのまんまナイロンにしているので、まあそう、こういったあのかかと、ちょっと膝立ち、かがんだ時とかに、そう、なんていうのね、ある程度こうね、この硬さについてはどうですかとかやっぱ聞かれるんですけど、そう、硬い柔らかいに関しては、ね、まあちょっとこれ、まあ、よいしょ、まあ、こんな感じの見た感じで判断してもらうしかなく、人の捉え方によるっていうところは非常にやっぱ難しいですね。はい、ということで、あとは素早いレーシングのための4つのスピードレース、上の部分ですね、上の部分に1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、結ぶ時にスッと一応まあ全体をキュッとここね、そのまんま一個一個締め込むんじゃなくて、ある程度連動して下も締まってくれるっていう作りのやつですね。快適性を高める取り外し可能なクッションソール、中のソールが外せるんでしょうね、まあ、特に外しはしませんけどだからあの長い間使っていて、ある程度こう硬くなってきちゃったなっていう時は、やっぱりこう中敷きはやっぱね、定期的にやっぱ変えた方が、あの疲労の軽減とか、肩や腰への負担の軽減につながるので、そこは結構あの、あ、もう、もうぺったんこだよってなっちゃったら変えた方がいいですね。材質はこういったナイロンと、あとはレザーを使っております。で、後ろの部分は、まあ、レザーですけど、こういったあのぶら下げる、吊り下げる用のね、まあ、よく僕なんかも水洗いしますけども、あとはもうね、カラッカラにのこう乾くまで、ずっと干しときますけどね、まあ、そういう時にも便利なんじゃないですかってやつですね。で、あとはここ靴のソール部分っていうんですか、こうなってますね、こんな感じですね。細部もこうなってます。で、こっちベロの部分はこのようにフラットな感じで、で、一応背面の方にロスコのマークが刻印されてますね。ということで、こちらの、展開に関しては、通常はあの基本的にこう日本、欧米サイズか欧米サイズをレギュラーで、あのアジア系をワイドサイズってしてるんですけど、こちらに関しては規格そのものがレギュラーサイズしかないので、レギュラーサイズでの提供になります。で、重量は、サイズ8での重量が約 712g、 片足でですね、そういった軽量のモデルになっておりますということで、まあ、あとは実際履いてみたんですけど、私もいつもあのワイドサイズを履いていて、今回このレギュラーっていうのを履いたんですけど、最初通す時に、あ、やっぱちょっと気持ち狭いなって思ったんですけど、やっぱちょっと履いてみたらこんなもんかなって思っちゃって、あんまり私は参考にならないんです、すみません。まあ、ただあの皆さんがあのなんていうの、判断する上でやっぱり一点大事なことは、これを履き続けたら靴ずれしそうかしないか、まあ、これなら大丈夫そうだなって私は思ったんですけど、あとはその辺のサイズが合う合わないっていうのにつながるんだと思うんですけど、実際自分のサイズと履いてみた感じどうだろうかっていうところって、
やっぱりご自身でやっぱ着用されない限りやっぱ分かんないと思うので、ここってやっぱ電話とかだとね、とってもやっぱ答えにくい問題であることもご理解ください。なので万が一ご購入された場合にワンサイズ下だ上だっていう話になった場合は往復分の送料の負担はお客様になってしまいますが、サイズ交換の方は対応させていただきますので、その辺はちょっとご安心を少しではしていただきたいなと思っていて、ということで、こちらロスコの V モーション8サイドジッパーブラック各サイズ、ちょっとサイズもねレギュラーサイズということで特殊になりますけど、よかったら検討の方をよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただいてありがとうございました。